んばんは。朝ぶりです。座席がね出たということで、皆さん送ってくださってありがとうございます。のんさんありがとうございます。ありがとうございます。いやちょっと今日の朝に面白いこと話しすぎたかもです。あやとさんありがとうございます。皆様明日楽しみにしておりますよ。明日よろしくお願いします。あ、そう、サイン会もね、ありがとうございます、皆さん。うわ、ヤシさん、ありがとう。え、かわいい。やばい、かわいい。え、そう、前髪切りました。いや、なんか迷ったんですけど、いや、やっぱちょ挑戦的なことして、てか私汗やばいので、この見えてるこのおでこから汗が止まらないなと思ってちょ切りました。でもね、多分またすぐ伸びると思うので。そう、今日はゆうかちゃんと一緒に練習しました。てかほぼゆうかちゃんが教えてくれて、私がごめん動画撮っていいって言って、あ、いいよって言ってくれて、ゆうかちゃんの動画を撮る、ゆうかちゃんにお手本を踊ってもらって、私が動画を撮って、あと練習させていただきますっていう、そのほとんどね、ゆうか先生からのレクチャー、そう、ありがたい限り。前はね、愛ちゃんがね来て手伝ってか教えてくれて嬉しい。うん、ゆうかわいいですわ。この間ですね、なんかリハの時にちょっとね、なんか言い間違えちゃったみたいなのがあって、でね、ゆうかちゃんがね言い間違えちゃってしたね、見る見るね顔が真っ赤になってて、めっちゃ可愛い。ゆうかわいい、ゆうかわいい。ダメ、ちょっとほんと今もういろんな曲が頭で流れてて、これツインもね、なんかちょっとモチベを上げるということでね。誘拐ポイントありがとう。いや、もうありますよ、いっぱい。私に聞いてください。うんうん、無限に出てきますからね。うん、てか今日雨降ってたじゃないですか。なんかで思ったんですけど、
まあ日常歩いてて被る傘ランキング第2位、あのディズニーの紺色の傘、あれ透明なビニールの次に被りません？街行く人と。皆さん明日ね、明日も雨ですか？したらお気をつけてください本当に。そうディズニーの傘かっこ、あのディズニーのあのセロテープ、あの、まあ、大体ディズニーで傘買うときはその時使いたいときなんで、あのテープで大丈夫ですって言ってそのテープがついたまま使い続けるっていう。全然関係ない話でした。皆さん明日昼夜どっち来てくださいますか？あ、曇り予報になったんですか？私もね今日の練習しに行ったんですけど、さすがにねもう自転車は無理ということで歩いたんですけど、滑ってもすってんころりんって感じ。あとね、あの朝もね話したんですけど、あのグッズをねぜひ皆さん、あ言った、あ言ってないの、あ言った、ぜひグッズねよろしくお願いします。イラスト可愛く、もうねちょっと思ったより原色だった。なんか赤、耳赤でして、であのちょっと見づらいと思うんですけど、あの2の中になんか黒いの入ってるじゃないですか、あれ 目なんですよ、眼球なんですけど、あれちょっと黒すぎたかも、何がなんだか分かんないですよね、あれフォトブック、そうフォトブックもぜひよろしくお願いします。何がいいのかなんかよく分かんないんですよね、あれ眼球ね、眼球で、あの真っ赤っからなんかあれは耳で、2のこの横のこう棒線みたいなとこについてるのはあれは尻尾ね。でもコンサートの今回のあの虹のねロゴが入ってるねグッズもね欲しいなと思います。うん、眼球です。何がおすすめ、全部、いやでもやっぱね私のキーホルダーお願いします。あ、ハチビーさんありがとうございます。てか今日にゃんにゃんにゃんの日なんですけど、にゃん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 。おと上智健さんありがとうございます。明日が楽しみです、頑張って、嬉しい、ありがとうございます。そうなんかあのミニタオルみたいなのじゃないですか、あのなんかランダムのタオルね、あれね私あの原品触ったんですけど今日、なんかマイクロファイバーみたいな感じなんですね。にゃにゃにゃ発声練習この歌わかる方いらっしゃいますか？
これさばさんです。このぐらい。重機を取って飾りだ。お、どうぞ。のんさんありがとうございます。お、あやしちゃんありがとうございます。いいね、この着せ替えセットみたいな。お、ありがとうございます。のんさんまたまたありがとうございます。ゆうなさんありがとうございます。お、ありがとうございます。ゆきやさんお、ありがとうございます。ちょうちけんさん、今日はもうとにかくもうめっちゃ周回しまくって、もうね、寝れるか寝れないかどっちなんだいってことでね。で、私はね、その2時間、1時間半、3時間サイクルがいいので、うん、逆にね、4時間とかにちょっと起きれない多分。ふとみな、ふとみさんありがとうございます。明日頑張ってください。ありがとうございます。リプもありがとうございます。いつも何時間睡眠、え、何時間睡眠なんだろう。ふなゆまっしゃん、ありがとうございます。無理しないで、いや、もう無理してません。え、こちらがね、むしろこちらが本当にね、こんなね素敵な機会をいただいくださってありがとうございます。皆様という気持ちでございますよ。のんさんありがとうございます。明日行きたかったな。もうね、ぜひもし次機会をいただけたらね、来てくださったら嬉しいです。明日もついてく、わからない。マネージャーさん方がね決めてくださるので。のんさんありがとうございます。お、これ一番気に入りかも。しおいさんありがとう。明日の見どころ、明日見どころ全部です。全部だけど、うーん、カバーをたくさんさせていただきます。あと演出をね、また素敵につけていただきました。ラムちゃんありがとうございます。ではね、もうとっても楽しみにしておいてほしいことがあるので、まあね、ぜひね、来てくださったり配信見てくださったら嬉しいです。
きまるさんありがとうございます。早起き。もちろんですよ。見てますよ。振りの確認をねしたくてちょっとMV を見返してたんですけど、めっちゃ久しぶりに開いたんですけど、開いた楽曲だったんですね。その楽曲がミクさんありがとうございます。サイン会申し込みしてありがとうございます。すごいね、まだ公開して立っているんですけども、すごくね日々ねたくさんのコメントをねいただいていて嬉しいですなあと、まあ、定期的に見返しに行ってるんですけど、嬉しい、ありがとうございます。私ごめんなさい、むしろごめんなさい。もう全然私のお話はもう本当ダラダラっと聞き流していただけたら嬉しいですわ。そう、ミニフォトにねスイートシックスティーンが入ってるんですよ。対面楽しくてもだけで、ありがとうございます、嬉しい。さきまるさんお待ちしてますよ。いっぱい来てくれてありがとう。ありがとうございます、嬉しいです。今日の格好、本当ですか。さっき買ってきました、嬉しい。明日応援してます、ありがとうございます。そう、髪型ね、みんながなんか普段やらないようなね感じのやつをカラコンいろいろ変えて、そうですね、私も楽しかったですよ。このかちゃんありがとう。私はですね、友達と遊びに行ったりするときはエミリーさんのカラコンをね使ってます。もう本当にお気に入り。カラコンは遊んだりするときとか、最近来た年が過ぎて、あら、ありがとうございます、ポチってくださって嬉しいです。これからね応援してよかったと思っていただけるように、応援していただけるように頑張ります。ライアーピンクもう最高です。チューズミ可愛いですよね。チューズミ私もよく使います、遊び行くときに。ヒロインブラウンもお気に入りです。度数入りをつけてますかってことですか。ファンクラブ入って、ありがとうございます。モーメント更新しますね。そうだ、モーメント更新、最近こうやったら嬉しい。そう、バズミズさんのポップアップ貸していただきます。
絶対きっとではない、絶対絶対視力ねめちゃくちゃ悪いですね。0. でもね最近 4.5 のコンタクトは見えないから5ぐらいにしないといけないのかな。見えないだから見えたくない時、見えたくない時っていうか学校のクラス発表とかもう絶対もう見えなくていい時、いやもう大丈夫ですって時はつけていかないですね。あとシンプルに買い忘れとかあるのでそういう時はもうでも危ないからあの自転車こいだりする時はもちろんつけるんですけど、メガネをね。よろしくお願いします。ヤスさんありがとうございます。あったか配信クラスアピは見えなくていいんだ、いいですよ。アンリさんありがとうございます。ありがとにゃんこ、ありがとにゃんにゃん、こちらこそ大好きにゃんこです。レシータワーもありがとうございます。かわいい、あったか詰め合わせ本当にね、いっぱい来てくれて本当にありがとうございました。明日もお待ちしてますよ。アリシャノンさんありがとうございます。毎回このギフトのねセンスがもう天才すぎてやばいです。楽しみも新作になった時、明日も嬉しい、こちらこそありがとう。おばんちゃんおばばんちゅちゅさんのあの米田コーヒーのコラボ見ましたか皆さん。あれ多分やばいですよ。私はまた走行してるうちあのスシローさんの時みたいにねまたなくなってるんですよ全部。この期間もう絶対コメダで勉強できないですな、絶対混んじゃって。お仕事頑張ってください。こんばんは。大人になってこんだ。大人になった時に皆さん明日どの曲やっていただきやってほしいですか。明日楽しみでございます、嬉しいですわ。わざとわざと、わざと来たこの人通り、来たちゃん、はい、
桜咲く音がした本当に大好き。フラジールね、フラジールって本当に天才です。いつかライブ嬉しい、ありがとうございます。インテンテン、びっくりしてしすぎて顎外れる曲あります。個人的顎外れソングありますよ。嬉しい。青春トレイン大好きです。ツアー通してね、 とってもね、さらに大好きになりました。あい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 、カラコンエク大好きです。なんかもう泣いちゃいました。ほんとキラキラしすぎてて、いやもう夢かな。私のね、あの個人的推しメンさんがたくさん、ちょっと今回めちゃくちゃありがとうございます、嬉しいです。明日でウィンクしてっていうファンさんいただいたときに、のためにどっちでウィンクするか迷ってます。絶対今やるとこじゃないっていう。どっちにしようかな、何どっちにしようかなって。こっちの方がやりやすいかな。はい、どっちにしよう。もうどうでもいい、それは。左ってどっち？てかこれって皆様と私が見てるあれって反転してますよね、多分。ウインクはめっちゃニッコーって笑ってる時の方が、こうここが真顔って難しい。だから練習台にしね、ちょっとすいません、こう練習場にして、練習場やばい、練習ブースにしてしまって。
ほのかちゃんありがとうございます。今どんな曲聴いてるの？もうね、あの考察の曲歌っちゃいそうになるから。最近のマイブーム？杉さんありがとうございます。ためこちらこそ。あら、絶対見つけますよ。最近もということはなんか面白そうな入浴剤探すこと。今ちょっと気になって入浴剤があって。ちょっと思い出せない。なんかおすすめのバスボムあったら教えてください。そう、バスボムの中が何か出てくる系か、なんか可愛いパッケージのやつ。とか。あれですよね、オン泡みたいなやつですよね。入浴剤欲しい。皆さんもね、明日ライブでね、お疲れの体になると思うので、ぜひ入浴剤でどうぞ体休ませてください。待って、やばい、グッズいいですね。まあ渡しとくなんですけれども、コノーズの方コノーズの方はぜひ。グッズで入浴剤出すのは何の香りにする？ラベンダー、うつむらさきだから。きな粉とかどうですか？いや、ちょっとね、ちょっと無難すぎますよね、お花系は。きな粉色は絶対薄紫がいいです。きな粉で溶けたら薄紫で、中からランダムで私の好きな上生が出てくる。なるほどね、紫芋の香りいいですな。そう、ハイブリッド入浴剤を作ります、私が。いや、お菓子のモニュメント的なね、本当にお菓子出てきたらやばいですよ。普通にドロドロに溶けちゃいますよ。明日は指さしファンサーにチャレンジしてみようと思うので、ぜひね、お山の指をさせっていうね、ファンサーボードお待ちしてます。
もうねすでに作ってくださってる方は本当にありがとうございます。もうそちら全力で答えさせていただきますので、いやまだ作ってないなっていう方ぜひ。メイク買いました。バーンしてでもかか、投げ中、オッケー。リスがしやすいボードの特徴、いやもう私がね気合い入れるのみですので、まあでもよく言うと私え、いやでも全部しやすいです。なんとかちゃん何々してくださいのなんとかちゃんが自分じゃなかった時以外は全部やります。いいね、はい。ニャジのライブはですね、いろんな楽曲をいろんな色を出してやっていくという目標でございます。あの可愛い曲からかっこいい曲まで、個人的に私はかっこいい曲ね頑張っていきたいと思います。可愛い曲も頑張ります。無謀人でね、私が、あひなこさんありがとうございます、ちょうちけんさんありがとうございます。もちろんね可愛い曲も大好きなんですけど、やっぱニヤジュエはねかっこいい曲光ると思うので、無謀人で私がねあのヘイの時にねあいーってねマイク向けてるので、ぜひねあいーって言ってもらえたら。あとねおーふふよろしくお願いします。ヘイニャン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 ヘイニャンニャンニャンですね、お願いします。たくさんね声出しお待ちしてます。本当に皆さん本当にお願いします。あーね1階席の一番後ろだったら2階席の方絶対楽しませるの頑張りますので、たくさん目線送りますので声を出してください、お願いします。ペンライト振ってください、お願いします。おお、それは本当にさびれく。
緊張しますね。明日楽しみにしてありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。カラオケで歌って嬉しい。皆さん明日お昼の公演の方って何時ぐらいに来られるんですか？早っ！お昼前、なるほど。なるほど。そっか、新幹線で来てくださる方もいらっしゃるんですね。ありがとうございます。おお、皆さんお昼からありがとうございます。すごい。あら、お仕事ありがとうございます。今日早く寝るね。もうぜひゆっくり寝てください皆様。明日会えますからね。体調気つけてありがとうございます。ぜひね、またライブあったら来てくれたら嬉しいですよ。そうですよ、いっぱい入ってますね。ハッピーハッピージャムジャム最高。ありがとうございます。明日めっちゃ楽しい。ありがとうございます。いつも何時間寝るの？
と今日ツインなんでスクショタイムでもしようかな。しまじろうのスク、え、私しまじろうガチ勢でしたよ。ベネッセ子供チャレンジガチ勢でしたよ。私が一番好きなのはあのハサミで切るっていうキットが一番好きでした。あとたい焼き、あれやばいです。神ゲーでした。じゃにゃんにゃんなんでね。明日の髪型秘密、私たちもねまだわからないです。たい焼きの時やばかったですよね。あれはーい、じゃあランキング読もうかな。じゃあ13位からいきますよ。13位ミクさんありがとうございます。12位ふとみの細見さんありがとうございます。11位ラムチさんありがとうございます。10位ゆうなさんありがとうございます。9位しゅうさんありがとうございます。8位そぎさんありがとうございます。7位このかちゃんありがとうございます。6位あやとさんありがとうございます。5位ぷなやなさんありがとうございます。4位ちょうちけんさんありがとうございます。失礼しました。3位のんさんありがとうございます。2位あんりさんありがとうございます。1位はやすさんありがとうございます。ギフトタワーくださった方、今呼びできなかった方を見てくださってありがとうございました。というわけで明日はついにね20年コンサートということであっという間なんですけれども、もうねめっちゃ緊張してるんですけど、大きなね失敗がないように、そして皆さんとたくさんね目を合わせれるように頑張りたいと思います。というわけで皆さんもね昼夜公演あるんですけれども、配信もあるのでぜひよろしくお願いします。本当にね会えるのとっても楽しみにしておりますので、体調整えてお越しください。ぜひたくさん声出していただけたら嬉しいです。というわけでね皆さんとたくさん目を合わせます。2階席の方を奥の方もぜひね盛り上がってくださったら嬉しいです。みんな見つけられるように頑張ります。ではまた明日会いましょう。ありがとうございました。